です。今回はこちらゴールドとシルバーのメタリックアクリル絵の具。こちらね、お値段が1500円ぐらいで結構ね、お安めです。金とかね、銀とかって聞くと、うわ、高そうって思うんですけど、そこまでね、数千円とか、めっちゃ高いわけではないので、購入するときのハードルはね、ちょっと低かったです。じゃじゃん。え、でかっ！めっちゃでかいんやけど、想像のね、倍ぐらいはでかかった。私もっとこんな感じかなって思ったんですけど。え、いいね。じゃあまずはね、いつも通り試し書きからしていこうと思います。これね、蓋がね、パカって開く蓋なんで、ほら、結構ね、出しやすい。紙に直で出します。え、ちゃうやん。ここ閉まったまんまやん。ここ、これ取ろうね。おぉ。うわ、すごい。キラキラ。絵の具はね、どっちかっていうと、柔らかめですね。トロッとしてる感じ。おお、あ、これ多分筆よりも、こっちですね。ペインティングナイフの方がいいかも。見て、このナイフについた絵の具がさ、もうキラッキラしてんねんけど。光に当たるとこんな感じ。え、これ良ない？めっちゃ良くない？暗いとね、結構あれキラキラしてるって思うんですけど、光に当たるとほら、一瞬でめっちゃキラーってしてる。え、楽しい。なので、まあ普通にね、このキラキラだけ使ってもいいし、自分がね、普段描いてる絵のワンポイントとしてキラキラをね、塗ってあげてもいいかなって思います。このキラキラが伝わる。ほら、ここめっちゃ綺麗。いいね。絵のワンポイントとして使ってもいいと思います。で、今回ね、これを買った時に思ったのが、これでモリモリ絵の具したらどうなるんかなって思って、なので今回は、ちゃんとね、こちら黒背景にね、塗ったキャンバスを用意したので、これにね、ちょっとね、持っていきたいと思います。ゴールドとシルバーを。よし、じゃあ成功するかわからんけど、作品の完成まで見てってください。じゃあ、ゴー！はい、ということでね、実際にモリモリしていこうと思います。メディウムとね、金色を混ぜたら、結構ね、肌色っぽくなってしまったので、メディウムよりも絵の具をね、多めにして、描いていこうと思います。まあ、盛った感じなんですけど、やっぱりね、メディウム混ぜてる分、ちょっとね、ギラッと感は失われるかなっていう風に感じましたね。わかりやすくね、ちょっと金と銀でお花をイメージして持ってってます。シルバーはメディウムがね、白っぽいので、あんまり変化は感じられなかったですね。ゴールドの方は、ちょっとメディウム少なめにした方がいいかなっていう風に思いました。で、このお花の状態、ちょっとあんま気に入らなかったので、もう一枚ね、モリモリしていこうと思います。今回はね、あんまり混ぜずに持っていってます。なのでさっきよりも結構ね、キラキラした感じっていうのが前面に出てるんじゃないかなっていう風に思いますね。はい、そんな感じで完成です。まあ個人的にはね、この左下のちょっとこのモコってした部分、ここがね、めっちゃ可愛くできてね、かなりお気に入りになりました。はい、そんな感じでぜひね、イラストのワンポイントとかにも使ってあげてください。じゃあそんな感じで今回は終わります。バイバイ。